カラスガレイは、カレイかカレイ赤の海水魚で、本種が属する。カラスガレイ属は、本種一種のみの一ト型属である。低生魚で、水深約、約 200&1600 メートルの、北部大西洋及び、北部太平洋に生息する。カラスガレイの左目は成長とともに、東部右側に移動するが、カレイのように泳ぐだけではないことから前方への視界も、あり、表面は、 寒天の見られる褐色だが、左側はやや色が薄いものの白色ではない。底引き網漁で商業的な漁獲が行われているが、グリーンピースによると持続的な漁獲が困難な種として自身がまとめた魚介ルイレットリストに記載している。本種の特徴的な頭部形態学面では、総八画例のように左目の位置が配属性中線上にあり、サイクロプスのようである。 この中心に位置する左目は他の目の位置が完全に移動しているヒラメやカレイなどと比べ広い範囲の視界を有していると思われる。体型は細長く、背側から腹側に向けて潰されたようであり、筋肉は両面とも同様に発達している。両面に色素があり、地面に当たる左側は表面に比べて色が若干薄い。その外観から、 他の魚種同様に体を立てて泳ぐ可能性が示唆されるが、タグ付けを行った実験では確認されたものの、底引き網前面につけたカメラで撮影したビデオ分析ではその兆候はなかった。胃の内容物の分析によると、捕食したのは中腹層から全身層の生物であった。生息域が200から1600メートルにかけての深海魚で、 最大震度2200メートルまで分布する。水温マイナス1から摂氏4度の海域を好むが、冷化摂氏2.1度の水域でも見られる。また、北半球一帯に分布しており、北、大西洋と北、太平洋の双方に生息する。商業的価値の高い普通種として漁獲され、流通しているが、2010年にグリーンピースがまとめている。 魚介類レットリストにカラスガレイを追加している。グリーンピース国際食用魚介類レットリストは、記載された魚類は、世界各地のスーパーマーケット等で一般的に販売されている魚種のうち、魚獲資源枯渇の可能性が非常に高いものを記載している。としている。ありがとうございます。